広瀬まりのべっぴんボイスレッスン、今回は舌の緊張に気をつけようです。声を出すときに舌の位置を気にしたことはありますか？歌ってみましょうとか発声をしましょうというと舌がぐっと後ろの方に下がってしまう人がいます。それは一生懸命声を出そうとして舌が緊張している証拠です。舌が緊張しているということは喉も緊張しているということになります。舌の緊張を取る方法は簡単。舌を思いっきり出してブーと言ってみてください。力を思いっきり入れてから脱力をすると筋肉の緊張が取れます。舌の緊張が取れるとあなただけの素敵なべっぴんボイスを出すことができますよ。やってみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイスレッスンでした。バイバイ。